ギュンター・ラルは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中は、ドイツ空軍のトップエースとしてその名を知られ、撃墜数は275機とされる。戦後、新設されたドイツ連邦空軍に復帰し、後に空軍総監などを務めた。最終階級は中将。1918年、ドイツ南部のバーデン・バーデン近郊のガゲナウに生まれた。 姉と共に保守的なプロテスタントの家庭に育つ。父親は、鉄工所のマネージャーだったが、君主制支持者で、ドイツ国家人民党に近く、右翼組織、鉄カブト団に加入していた。母親は経験なキリスト教徒で、ラルは、シュトットガルトのキリスト教系のギムナジウムに入学したが、1935年にナポラに転校し、そこでアビトゥーアに合格した。 250機撃墜時1936年、勤労義務を終えた後に、士官候補生として陸軍に入ったが、翌年空軍に転属し、1939年末に操縦教育を終えて、第52戦闘航空団に少尉として配属された。1940年5月12日フランス上空の空戦でホーク 75A を撃墜して、初戦火を記録した。ついで、 バトルオブブリテンに参加し、同航空団、第3飛行隊、第8中隊の中隊長に昇進した。クレタ島攻防戦、ブルガリア中東を経て、独ソ戦が始まると戦火は急に増してゆき36機に達したが、11月28日に撃墜されて、不時着し、背骨を3箇所で折り、下半身が一時麻痺するなどの重傷を負う。ィーンでの療養を経て、 わずか9ヶ月後の1942年8月には、第一戦に戻り、高架札戦に参加して、スコアを伸ばした。9月には早くもスコアが65期に達して、騎士鉄十字章を授けられ、10月下旬には100期目を撃墜して白洋付騎士鉄十字章を受け取った。翌1943年4月に、エイリヒ・ハルトマンなどエースの多い第三飛行隊の、 飛行隊長に昇進した。同年には療養中に知り合った小児科医ヘルタシェーンと結婚した。夫人との間には4個がある。クルスク海戦が始まると7月4日に航空団として2500機を9月19日に3000機撃墜を記録するとともに個人戦果も順調に伸ばし8月9日に175機、20日後には 全軍で3人目の200機撃墜に達した。さらに少佐に進級して、11月28日には、バルターノボトニーに次いで2人目の250機撃墜を記録した。1944年3月、ドイツ本土防空を任とする第11戦闘航空団第2飛行隊の飛行隊長に移動。5月12日に、ベルリンで撃墜され左手の親指を失う重傷を負う。 さらに病院内で、ジフテリアに感染し、11月まで入院したため、スコアは止まり、翌年5月8日の敗戦を、第300戦闘航空団司令として迎えた。ラルは631回の出撃で275機、うち3機だけが、西部戦場の戦果である。三越射撃の名手として知られているが、彼自身も8回撃墜されている。2004年11月、 著者の宣伝にて戦後は1945年8月に捕虜収容所から釈放され工場等で労働して生計を立てる。小児会である夫人も家計を支えた。1956年新設されたドイツ連邦空軍に入隊し現役復帰。階級は少佐。米国での研修を経て Z 戦闘機のパイロットとなる。第三航空師団長。 第四戦術連合空軍参謀長などを経て、1970年に中将に昇進し空軍指揮司令部総司令官に就任する。1971年から1974年まで最高幹部である空軍総監、1974年より1975年12月まで、NATO の駐在部官を務める。最終階級は中将。かつてのエースパイロットたちのうち、 連邦軍の要職に上り詰めた数少ない人物であった。空軍総監に在任中導入したアメリカ製の新型機械マイナス104スターファイターの事故が相次ぎ、ラルラは批判にさらされた。1975年にはかつての戦友を訪ねてナミビアに旅行した際、隣国南アフリカを訪問したが、当時アパルトヘイト政策で、 全世界の非難を受けていた同国を訪問したことが、マスコミやゲオル・クレーバー国防省の批判するところとなった。その後は、講演などで現役時代の経験等を語っている。1985年にヘルタ・プジンと死別。2004年には回想録、マイン・フラグバッジを出版した。2005年に、 ドイツ社会民主党のペーター・シュトルック国防相が戦争犯罪を理由に第74戦闘戦闘団の愛称からベルナー・ウメルダースの名を抹消した際空軍総監在任中にその名称を付した当事者であるラルや空軍の退役軍人らは反対運動を起こしたが阻止することはできなかった2009年10月2日に心臓発作を起こし2日後の10月4日に バイエルン州バートラー・ヒエン・ハルにあった自宅で死亡したことが確認された。91歳ボ打つ。ありがとうございます。